の鷹とかでよりもまた別のやり方で人間が人為的に工夫をすることで鷹を使うよりももっとはるかに効率よく追い払いが効く可能性があるんですね。はい、メインで頑張っていただきますよ。頑張ってね、ムクドリをね。いやいや、まだできてるばっかりなんで木がね、まあ、多くないので駅にはあんまり行かないんで。今、肩が大阪に放たれました。肩が、さあ、緑の対策成功するんでしょうか。Okay.